こんにちは、なで姫です。マリサだぜ、こんにちは。本日は江戸時代の飛脚について解説していくよ。飛脚は今で言う、郵便や宅配便のことなんだぜ。この動画を見ると、飛脚の歴史から、飛脚の種類、飛脚の運賃など飛脚について知ることができます。ぜひ最後までご覧ください。よろしくなんだぜ。また、このチャンネルでは江戸時代の歴史や文化、雑学などを題材に解説をしています。歴史が好きな方や、歴史に詳しくないけど興味を持ってきた方などぜひチャンネル登録をお願いします。よろしくお願いしますなんだぜ。それではスタート。飛脚誕生。飛脚が誕生する前から国家を運営する上で、通信制度というものは必要だったんだ。古代の通信制度の特徴は、中央政府が街道を整備し、要所に駅を置き馬を配置する。使者が馬を乗り継いで、命令の書かれた公文書を届ける、といった制度だったんだ。結構しっかりした制度だったんだな。秦、漢、モンゴル帝国などが、このような制度を持っていたけど、この通信制度がなければ、支配領域全体の政治支配は難しかったと思われるんだ。広い領土だと通信方法がないと管理できないんだぜ。平安時代後期の11世紀後半には、脚力という使者が登場するんだ。脚力は平安時代後期に使われ始めて、馬を使わず走って伝えるんだ。藤原の信真の絵師の創始では脚力は烏帽子をかぶり、弓矢を持っている姿が確認できるよ。武器を持っていたんだな。脚力は鎌倉時代から江戸時代まで使われた言葉だったよ。わかった、覚えておくぜ。肝心の飛脚は、平安末期の合戦の中で登場し、そこから広く使われ普及していくんだ。源平合戦で頻繁に登場して、脚力と併用して飛脚が利用されていたよ。飛脚と脚力の違いがよくわからないんだぜ。密の違いは、飛脚は馬で移動、脚力は走って移動する、そしてどちらも伝達業務をこなしていたんだ。業務は同じだけど移動速度の違いが、呼び名の違いだったということなんだな。飛脚は主に、鎌倉殿や御家人の身の回りの雑事を処理する増殖が担ったんだ。また他にもスパイ業務の、官庁としての役割も担ったんだ。伝達業務だけでなく、スパイ業務までこなしていたのは、できる増殖なんだぜ。そうなんだ。だから飛脚を任せられる増殖への信頼は厚く、増殖への信頼の厚さが、飛脚をする動機となり重要任務を任せることができた感じだね。お互いの信頼関係ができていないと、主従関係だけでは難しいんだな。1222年に京都に六原短大が設置され、鎌倉との連絡に関東飛脚や六原飛脚ができたんだ。これらの飛脚の移動には早馬が用いられて、鎌倉から京都まで5日から7日ほどかかったそうだよ。思ったより早く到着したんだな。鎌倉時代の鎌倉と京都の二元性により、飛脚を存続させ続けることとなっていくんだ。また鎌倉時代の安定期になると、鎌倉幕府以外でも飛脚を利用するようになるんだ。どんな人たちが利用したんだ？利用者は公家や僧侶、官主などだけど、寺社などの飛脚が馬か人が走ったのかは不明なんだ。利用機会は、治安悪化した場合や洪水など自然災害の場合も飛脚が使われ、寺社に報告が入っていたよ。思っていた飛脚とちょっと違って、飛脚は連絡役みたいな感じだな。室町以降の飛脚。次は室町時代以降の飛脚について解説していくよ。室町時代は寺社領がかなり脅かされたので、鎌倉時代とは違う飛脚の使い方をしているんだ。寺社は商業主や悪党、地頭、海賊などによる寺社領の治安悪化時に、飛脚を用いて情報収集していたよ。室町時代でも治安が悪かったんだな。そうだね、でも室町期の治安の悪化が、飛脚の活躍を促進させた面もあって、東国に寺領を持つ寺院は、飛脚からの情報こそが手助けの第一歩となったんだ。寺社も早めに情報をつかむことができれば、治安悪化の時も手を打つことができるんだぜ。室町時代から戦国時代に進むと、飛脚はますます戦の中で利用され重要な役割を果たすんだ。どんな戦で利用されたとか記録があるのか？例えば、羽柴秀吉が中国地方で水攻めした際に、信長に援軍を要請するため飛脚を利用しているんだ。援軍を頼みに行くのは飛脚の役目だったのか。信長は飛脚から受け取った秀吉の要請に応じて、少ない味方と本能寺へ宿泊したよ。本能寺は有名すぎるんだぜ。
しかし信長は援軍に現れず、光秀が放った密使を捕まえて本能寺の変の情報を受け取る。この光秀が出した密使は、飛脚として考えてみると美脚はかなり利用されていることがわかるんだ。さらにもたらされた情報を最大限利用した秀吉は、山崎の合戦に勝ち織田政権の中で発言権を得たよ。飛脚をうまく使いこなして、秀吉は勝利をつかんだと考えられるんだぜ。戦国時代の中で飛脚は発展していき、戦など騒乱が起こっている時に夜通し走る早飛脚と、ある程度平時の時に複数でリレー形式になって伝達する次飛脚が登場したんだ。遠距離まで連絡するなら、リレー形式は必須だと思うんだぜ。もう一つの例は、戦国時代に関東の南部を統治していた後北条氏は、関東北部の領土を狙っていたんだ。しかし敵対勢力圏付近の国衆は、力関係によって味方につくか敵になるか不明だったので、目を配る必要があり、その情報を飛脚で小田原城へ集中させる必要があったんだ。このケースは飛脚の利用で情報収集をして、集めた情報を小田原城で一括管理しているんだぜ。豊臣秀吉の次飛脚。戦国時代において情報はいかに早く集められるかが重要になり、そこで早飛脚が登場するんだ。室町中期以前は早飛脚という言葉はなかったけど、戦国時代になって早飛脚が登場したよ。早飛脚は名前の通り、通常の飛脚より早く届けることを求められたんだ。時代の流れに合わせて求められる速さを追求した飛脚が登場したんだな。早飛脚は争いが起こっている場合、敵対勢力との関係値を迂回して早飛脚を送ったんだ。飛脚が捕まる恐れもあるから、迂回させつつ急いで伝達したんだな。また後北条氏は、早い時期から送料飛脚に使っていることがわかっているんだ。わざわざ送料飛脚に使う理由は何なんだぜ？戦国時代では、戦が始まってしまうと戦略上封鎖などして、街道が思うように通行できなくなったので、通行止めに遭いにくい僧侶が、戦時下で飛脚役を務めたんだ。もちろん日常的に飛脚を務めていたので、戦時下でも飛脚を務めたという理由もあるんだよ。確かにいきなり戦争の時だけ、飛脚任務を受けろと言われても困ってしまうんだぜ。そして僧侶の中でも若い僧侶が、飛脚を務めることが多かったようだね。戦国時代から豊臣政権に移行すると、次飛脚が登場するんだ。次飛脚は豊臣政権前からあったんじゃないのか？次飛脚は早飛脚と同じように戦国時代に登場した言葉だけど、豊臣政権の次飛脚は、日本列島規模で次飛脚を行ったんだ。最初に朝鮮出兵のため、西日本方面で次飛脚が整備されたんだ。朝鮮へ出兵するには、西日本の情報網の整備が不可欠だったのか。東海道でも飛脚が整備され、中から下クラスの家臣が、飛脚を任されることが多かったようだよ。しかし東海道は警備脚ではなく、同じ一人が走る形式だったんだ。東海道を一人で走るのは大変なんだぜ。豊臣秀吉が死去し、台頭してきた徳川家康と石田三成の関ヶ原の戦いを、江戸の建設ラッシュで、四街道でも交通事情が変化していったんだ。戦国期の次飛脚は豊臣政権の次飛脚に、言葉やシステムが受け継がれ、関ヶ原の戦い以降は、江戸幕府の次飛脚へ継承されていったんだ。情報伝達の役割は同じだけど、システムの規模感と合理性が高まってきたんだぜ。幕府次飛脚。江戸時代になると江戸幕府が飛脚を運用して、リレー形式で運ぶ幕府次飛脚が作られたんだ。幕府が作った幕府専用の飛脚ということなんだな。幕府次飛脚はお嬢箱と呼ばれる手紙などを入れる箱を持ち、道の真ん中を掛け声とともに走り、旅人は警備脚が来ると道の両脇に避けたんだよ。さらに次飛脚は、川明けの朝一番の渡し船で渡ることが認められていたんだ。確実に早く届けるために、城の人たちも協力していたんだな。幕府次飛脚がどのようにできたかというと、徳川家康は小田原の陣の集結のタイミングで国替え。国替えの場所は後北条氏の丘陵関東だったんだ。まだ江戸もそれほど発展していない時期なんだぜ。引き継いだ関東の領内で、徳川氏は飛脚番を月ごとに順番で務めさせたんだ。そこに徳川氏は、戦国大名たちが各領内で独自に運用していた、天馬制をリンクさせたんだ。そして関ヶ原の戦い以降に列島規模で天馬制を導入したんだ。
日本全国で情報のやり取りができる仕組みを作ったんだな。徳川氏は仮想敵国の大阪を念頭に、軍事用の天馬制の充実を図り、遠方専門の飛脚も必要としたんだ。天馬制を使った飛脚はまさに釣り飛脚なんだぜ。天馬制の拠点作りで、準軍事施設の問屋場を利用する形を取り、幕府釣り飛脚が成立したんだ。天馬制の拠点は問屋場に決めたんだな。東海道の問屋城には継ぎ立て用の一足100人、馬100頭の設置が義務付けられ、中山道の問屋城には継ぎ立て用の一足50人、馬50頭の設置が義務付けられ、日光道中、奥州道中、甲州道中には継ぎ立て用の一足25人、馬25頭の設置が義務付けられたんだ。交通量に応じた設置人数も決められたんだな。幕府釣り飛脚の具体例。実際の記録として残っている幕府釣り飛脚の流れはこんな感じだったそうだよ。幕府から天馬業務を委託された大天馬町、南天馬領町の様子が残されているんだ。老中証文付きの五条箱とお荷物を月番宅が使者から昼夜関係なく受け取り宿場へ向かうんだ。五条箱には一体何が入っているんだ？主に御用状と呼ばれる書状が入っていて、処遇をどうするかの問い合わせや、病気にかかった将軍への祈祷命令とか、大阪城代任命の命令書などがあったんだ。五条箱のサイズは縦54センチ、横39センチ、高さ36センチ程度、老中の証文がないと釣り飛脚を利用できなかったんだ。偉い立場の老中の証文が、幕府釣り飛脚の利用には必ず必要だったということか。各宿場で荷物を受け取った問屋城人足たちが、リレーして目的地へ運ぶ仕組みとなっていたよ。大天馬町、南天馬領町の報酬は警備客玉込めとして、米中二国三都六省が毎年支給されたんだ。報酬額が妥当なのかどうかはわからないんだぜ。出発後、釣り飛脚は問屋城の人足が役を務め、次の宿場に着くと到着時刻が記録され刻付けと呼ばれたよ。時間を計測していたのか、サボってダラダラ歩けないな。刻付けは非常に重要で期日の目安となり、時間オーバーの場合に宿場は刻付けを回答する必要があったんだ。間に合わない場合はチェックされるのは仕方ないんだぜ。しかし刻付けには問題があり、到着時刻をめぐって人足と宿場との認識がずれることがあったんだ。どうして時刻の認識がずれが出てしまうんだ？刻付けのずれの原因は、太陽の位置で時刻を確認したためだと言われているね。太陽の位置で判断すると夜間はわかりにくいし、日中でも曇りだと認識に違いが生じてしまったんだ。夜間で太陽の位置とか判断できないんだぜ。宿場は遠着の責任を回避したいから、常に争いの火種が残っていたんだ。時刻確認も複数人で確認すれば、間違いが起こりにくいと思うんだぜ。時刻確認のためだけではないと思うけど、釣り飛脚の人足たちは二人一組で走ることが多かったんだ。夜間は一人が高張り上巾を持ち、一人が五条箱を持って移動したんだ。夜間単独での移動も危険なんだぜ。江戸時代の交通事情をまとめたお天馬型旧記では、釣り飛脚の人数は4人が目立つよ。二人の場合も4人の場合もあったということか。釣り飛脚の配達制度は、遠着すると幕府が厳罰で対処したので日限の制度は高かったんだ。例えば江戸から京都までの場合、到着まで2日と16時間から18時間必要とし、江戸から大阪は到着まで3日ぐらい、急ぎの場合、2日と16時間から18時間と短縮されたんだ。幕府のための飛脚だったから、時刻厳守の意識が高かったのかもしれないな。大名飛脚。次は各地域を統治していた大名が、利用していた大名飛脚を紹介するよ。幕府釣り飛脚と違いがあるのか気になるんだぜ。大名飛脚は、各大名家が下級武士を任命して専用に用いた通信制度だけど、タイプが4つあったんだ。1つ目と2つ目を重点的に説明しながら、全タイプをざっと見ていこうと思うよ。わかったんだぜ。5つ目の飛脚は、大名家が足軽など下級武士に諸状を担わせる大名飛脚だよ。つまり部下の武士に飛脚をさせたんだな。江戸時代は各大名たちに参勤交代が課されたので、国元と江戸藩邸を結ぶ連絡手段が必要だったんだ。だから大名が下級武士に任じて飛脚を作り利用したんだ。主な利用用途は藩から藩への通信に用いられ、領内では上司が村から村への会場を次送ったんだ。上司とは誰のことを言っているんだ？
城主は名主や庄屋が管理する村民や他村の村役人との連絡に当たっていた役目の人のことなんだ。つまり村に住む連絡係みたいな感じなんだな。二つ目は、特定の藩が独自に継ぎ立て城を設けて専門の客夫を走らせた大名飛脚のタイプだよ。具体例として、七里飛脚と呼ばれた飛脚が存在したんだ。尾張藩、紀伊藩、出雲松江藩、高松藩、津山藩、川越藩などの専用飛脚を七里飛脚と呼んだんだ。これらの藩は継ぎ立て城を設けて、専門の客夫を雇って走らせたんだ。各大名専用の飛脚は苦労が多そうなんだぜ。継ぎ立て所の距離は、だいたい七里程度で建てられていることが多かったようだね。帯客居所には、基本的に人足二人が設置され待機していたんだ。七里飛脚は費用の負担も莫大で、大きい藩の経済力に支えられ維持されたんだ。しかし尾張藩の場合は、財政負担軽減のため、廃止と復活を繰り返したんだ。財政に余裕のある時復活させて、余裕がなくなったら廃止していたのかもな。三つ目は、大名家が民間の飛脚問屋を指定して定期的に所長を担わせる大名飛脚のタイプだよ。最後の四つ目は、大名家が村に貸した飛脚ということになるんだ。大名飛脚の具体例。八戸藩。最初は八戸藩の大名飛脚の例を見ていくよ。八戸は現在の青森県なんだぜ。八戸藩には、八戸と江戸の往復の飛脚と、領内専用の通信制度、一里飛脚があったんだ。八戸と江戸の往復の飛脚便は、タイプ1に該当して普通便が8日ぶり、急行便は7日ぶり、最も急行便が6日ぶりと呼ばれ、瞬速の足軽を選んで飛脚の人足にしたんだ。8日ぶりとか7日ぶりのぶりは、どういった意味を表しているんだ？ぶりはぎり。と同じ意味を表していて、その日数内に運ぶ意味とされているんだ。予定より早く到着すると褒美がもらえ、遅れると失速という罰を受けたんだ。失速という罰は聞いたことないけど、どんな罰なんだ？失速は門を閉ざし昼間の出入りを許さないという罰で、長さも30日と50日の2種類があったんだ。つまり30日や50日の間中、家に閉じ込められるという罰か。しかし幕末付近になると、遠着が目立っていたようだね。一里飛脚はタイプ4に該当して、一里ごとに継承を受け公文書をリレー輸送したんだ。継ぎ所の維持経費は藩指定の村が負担し、飛脚は村々の部役が担うこととされたそうだよ。部役も聞いたことがない言葉なんだぜ。部役は、大名が村人たちから徴収する労働家役のことだよ。つまり村人は飛脚役を担う義務があったということだな。福井藩。次の例はタイプ1の大名飛脚を運営していた福井藩になるよ。福井藩では江戸から福井で毎月2回の定期便を往復させ、飛脚は藩士たちが担ったんだ。到着日数によって、大ぶり、かっこ2、3日、中ぶり、かっこ7、8日、上品、かっこ12、13日があったそうだよ。大ぶりは大早とも称されて、沿道の宿場で人足が待機して昼夜ともに急いで江戸に届けたんだ。そんなに急いで江戸に何かを届けなければいけなかったのか？大ぶりを利用して、毎年将軍家に献上するためのカンタラが送られたんだ。船頭を下げないために、急ぎの便で送られたのかもしれないな。薩摩藩。最後の例は1と4を併用していた薩摩藩だよ。薩摩藩には、国元と江戸を結ぶ江戸お使いの制度があったんだ。どんな制度だったんだ？江戸お使いの種類は日数の違いで早便と中便の2種類あり、経由地と交通手段で5種類あったよ。届けるまでの速さと、数多くの移動方法があったんだな。最短日数だと鹿児島から乗船して、2日半で宮崎県の細島まで移動。さらに8日で東海道へ到着、そこから6日で江戸まで届けたのでトータルだと16日半かかったんだよ。最短でも2週間以上かかると、日数は結構かかっている感じがするぜ。また薩摩藩の領内では、宿を経由していく通信制度があり鹿児島と各村が連絡をしたんだ。公文書は、諸街道に設置された馬継ぎと呼ばれる中継所で乗り継ぎながらリレーされたよ。家老クラスの公文書の場合、合資か資料の家来が運び、一般の命令伝達は村の部役が担当したよ。薩摩藩の領内の飛脚は、村人の義務となっていたんだな。三度飛脚。飛脚問屋の発祥は森貞万光の著者の北川森貞によると、京都より江戸に往来するを第一とす。こうして三度飛脚という。
これもまた京藩を元とし、江戸を松とす、とされていて、京都がスタートで江戸がゴール。これを三度飛脚と呼び、京都や大阪をスタートとして江戸がゴールになる。という意味なんだ。京都や大阪がスタートで、江戸がゴール扱いだったんだな。大阪から江戸の東海道で、大阪城定番の武家荷物や書状を運び、月三度発送したので三度飛脚とされた、というのが三度飛脚の由来となっているよ。三度飛脚の三度は、月に三回という意味から来てるんだな。その後、三度飛脚は武家の荷物だけでなく、町方の荷物も商売として取り扱うこととなったんだ。京都、大阪、江戸の三都で、飛脚問屋が互いに契約し営業をはじめ連携したんだよ。荷物が増えると、月三都では間に合わなくなり発送する常日も増やしたんだ。回数まで変わってしまったのなら、三度飛脚ではないんだぜ。しかし大阪城定番は、月三回のままだったので三度飛脚という名称は残ったんだ。時代が下ると、大阪城定番の荷物を輸送した飛脚問屋だけでなく、他も三度飛脚の名称を使い始めたんだ。三度飛脚は、飛脚の代名詞的な名前になってきたのかな。江戸にあった三度飛脚の業者が、仲間内で九軒仲間という非公認の団体組織を結成するんだ。江戸城飛脚問屋。仲間というのは、気の合うグループのことか？その意味とは若干違っていて、仲間とは今でいう同僚組合のようなものなんだ。共通利害のために一致した行動を取り、掟を定めて違反した業者に処分を決定したんだよ。仲間から月替わりの月行事、年替わりの年行事を開き、外部に対して意見を代弁したんだ。また、仲間は月に一度寄り合いを行い、情報交換し問題処理に対して協議も行ったよ。この活動内容だと、協会や組合のような感じに受け取ることができるんだぜ。この活動以外にも互助機能を持ち、構成員が出資した用意金を積み立てたんだ。紛失金や返済困難な借金が生じた際に、仲間の同意のもと、用意金から賄うことができる。商売仲間同士助け合っていたんだな。仲間に関しては理解できたんだぜ。江戸城飛脚問屋というのは、九軒仲間が幕府に公認されたもので、江戸における主に上方向けの荷物輸送を担った、民間の飛脚問屋のことを指しているんだ。輸送手段は馬に荷物をつけ、監督者が馬にと共に騎乗、宿場の問屋場で馬と馬方を交換しながら運搬。急ぎの荷物は、走り飛脚が途中の継ぎ所で交代して運んだんだ。先ほどの幕府や大名が運営していた飛脚と違って、民間の飛脚なんだな。江戸城飛脚問屋が、宿場において陣や馬の交換できる陣馬継立て優先権を認められ、決まった金額の運上金銭で、宿場を利用する特権を幕府から認可されたんだ。陣馬継立て優先権という権利は、幕府に願い出るほど重要な権利だったのか？江戸城飛脚仲間の主な願いは、馬使いという馬不足を解消することなんだ。江戸時代も時代が下ると、荷物や旅行客が増えたので馬は不足しがちになってしまい、各宿場の問屋場の許容量を超えた場合、近くの村から応援の馬を用意したんだ。応援の馬を用意する村側はメリットなさそうだな。馬に騎乗して荷物を運ぶ裁量美客は、遠着を恐れ継ぎ立て要求するけど馬はいない状態になる。さらに、弱馬、老馬という、あまり馬を押し付けられる場合もあるんだ。目的地まで到着できなさそうなんだぜ。あまり馬は途中で疲労し、用水などに落ちるといった不慮の事故につながる確率が高い。実際に美脚問屋の遠着理由は、川止めか馬使いの理由であることが多かったんだ。馬使いで馬がいないなら、飛脚問屋が自前の馬を用意すればいいんじゃないのか？江戸時代において、飛脚が自前の早馬で届けることは、武士の専売特許だったんだ。早馬を定期便化した時に発生する、軽装用の馬の用意の費用と事故などのリスクを考慮すると、利用率もそれほど高くないので、飛脚問屋も割に合わず高額な美脚金となってしまう。それであれば幕府が保護している問屋場の利用が、自前の継ぎ所を用意するより良かったんだ。幕府の保護が入っているから割安で使えるのか、そこの馬交換の優先権なら欲しいんだぜ。幕府に江戸城飛脚問屋が公認され、優先権も認められた理由は、武家荷物や町方荷物を扱い、武家荷物の中には幕府の公務に関わるものも含まれていて、宿場で幕府の荷物の滞留は、紛失や盗難などいろいろな問題が生じる恐れがあったので認可されたんだ。
民間のためというより、幕府のために役立つと考えたから認可をしたんだな。上飛脚。次は上飛脚についても説明をしていこうと思うよ。上飛脚と言われても、どんな飛脚なのかピンとこないんだぜ。上飛脚とは一定の地点間を、日を定めて往復した飛脚のことなんだよ。江戸上飛脚問屋は三度飛脚として、月に三度定期便を出していたな。しかし江戸上飛脚問屋は、幕府に組織として認められる代わりに義務も背負わなければならなくて、道中を行く際に騎乗する裁量飛脚は、常備脚という焼き印札を所持しなければならないんだ。また江戸飛脚問屋は、幕府へ税の一種である冥加金を初年度100両、翌年から50両の上納義務もあったんだ。利権を維持するために結構な金額の金が必要となるんだぜ。メリットとしては、各宿問屋場に配布された焼き印札と裁量飛脚の焼き印札を照合して、問題なければ、相対金銭の半額ほどの運上金銭で、人罰着立てを優先的に利用できるんだ。大金を払う代わりにメリットも大きかったのか。しかし旧券仲間の数は減っていき、幕末では意見まで減少してしまったんだ。毎年決まった大金を支払うのは厳しいんだぜ。裁量飛脚。上飛脚問屋の飛脚の種類は、主に騎乗して運ぶ裁量飛脚で並便と早便の2種類用意されていたんだ。並便は馬4頭から5頭用意されて、早便は馬1頭か2頭で荷物を馬にくくりつけて輸送したんだよ。裁量は騎乗して進み、問屋場で馬を交換しながら運搬したという話だったぜ。並便も早便も決められた定日があり、並便は15日から30日必要で、早便は6日際がよく利用されたよ。並便と早便とでは、だいぶ到着日数に違いがあるんだぜ。様々な飛脚。今までの飛脚以外にも色々な飛脚が存在したので、紹介していこうと思うよ。よろしく頼むんだぜ。上下飛脚屋。最初は上下飛脚屋で、大名の参勤交代時や旅行者の荷物持ちをした人足派遣業者の飛脚なんだ。上下飛脚屋の支配人を日雇い頭と呼んで、配下の一足が荷物持ちに従事する形式だったんだ。江戸の上下飛脚屋は、日常的に大名家の江戸藩邸へ出入りして、書状を届けたり雑務をこなしたんだ。業務内容がたくさんあって忙しそうな飛脚屋だな。しかし常備客仲間との協定で、大名家から受け負った飛脚便以外は書状のみ受注できるとなったんだ。そして他の仕事に関しては、上下飛脚屋から上飛脚問屋に取り継ぐこととなったんだ。業務内容が被っていたから、被らないように協定を結んだのか。上下飛脚屋の一足は質が高くなく、ヤクザ物をかなりの割合で含んでいたんだよ。人足は自身が持つべき荷物を無賃の人に持たせたり、夜は博打に興ずるなど素行不良が多かったらしいね。現金を預かる役割なのに博打大好きだと、不安に感じてしまうんだぜ。米飛脚。次に紹介するのは米飛脚だよ。米飛脚は米専門の飛脚ということか？米の価格というのは、先物市場の大阪同時米市場で米の基準価格となる相場値が決められていたんだ。米飛脚は、先物取引をする地方の商人に米相場情報を伝達するのが仕事だったんだ。米そのものではなく、米の価格という情報を運んでいたんだな。もともとは荷物や書状を運んでいた飛脚問屋だったけど、その飛脚問屋としての業務を行いながら、米情報も伝え込め飛脚という名前だったのは、キャッチコピーとして客寄せ目的もあったようだね。変わった名前だと客も気になって訪れる、と考えたのかもしれないな。強魚化飛脚。次の飛脚は強魚化飛脚だよ。強魚化飛脚とは、大阪と京都の間を大荷物と書状や荷物を輸送した飛脚業者のことなんだ。京都と大阪に業者がいて、大荷物以外も運んだそうだよ。魚専門というわけではなく、他の荷物も運びつつ魚も運んでいたんだな。町飛脚、頼り屋、町小遣い。次は、江戸や金国に配送した飛脚問屋のことで町飛脚と呼んだんだよ。民間の飛脚全般を町飛脚と称することもあるけど、今回の解説では前者の解説になるよ。江戸付近の配達業者の町飛脚ということだな。江戸、京都、大阪の3都には、それぞれの都市部を配達エリアとする町飛脚が存在したんだ。江戸の町飛脚は、荷物の絵に鈴をつけていたため、チリンチリンの町飛脚と呼ばれたんだよ。可愛らしい名前が付けられているんだぜ。
江戸中心に金庫も含めて手紙や荷物を輸送していたけど、最初は書状一件で一往復だったけど、次第に効率化され何件分かまとめて配達するようになったんだ。現代の郵便と同じ配達システムなんだぜ。通常の配達業務の他に代参という、郵送で代わりに自社へ参拝することも行ったんだ。料金は金国一里当たり100文、恩国一里当たり124文とされていたよ。流れとしては、走り飛脚が郵送で自社へ赴き参拝し、お札を持ち帰り依頼人に渡すんだ。すると依頼人は町飛脚を通じて、祈願情報を神仏に伝えたことになる。現代でも墓参りの代理とかあるらしいけど、昔から代わりに参拝する業務が存在したんだな。寺院飛脚。次は寺院飛脚というものだよ。例えば神津家の国新田郡徳川村の満徳寺には、専属の飛脚がいたんだ。満徳寺は鎌倉の統計寺と並ぶ、縁切寺の一つとして有名なお寺で、満徳寺の飛脚は、女性の離縁の際に召喚状を届け、届け先で離縁までの段取り説明もしていたんだ。場合によっては、離縁相手との交渉も行っていたようだね。飛脚と言いながら運ぶ以上のサービスを行っていたんだな。吉原の使い屋。また遊郭吉原専用の使い屋という、手紙配送業が存在したんだ。吉原専門だとエリアが狭いから商売にならないんじゃないのか？使い屋は町飛脚の一種で、吉原エリアに限定して、時間を決めて手紙を回収し、宛先によって区分けし地区担当の配達人が配るんだ。現代の郵便と同じ配送方法だけど、料金は一律で手紙1通48文とされていたんだよ。料金が少し高い気がするんだぜ。飛脚便の波便システム。波便。次は飛脚便ごとの具体的なシステムや、サービス内容を紹介していくよ。まず最初は基本となる波便だね。一番スタンダードな発送方法ということだな。決められた出日に採用飛脚が、4から5頭の馬を率いて荷物を馬荷にして運んだ定便が基本で、馬1頭に1個あたり 135kg の荷物2個をつけて出発するんだ。馬につける荷物1つを1だと4だそうだぜ。採用が起乗し昼のみ移動して、夜は飛脚宿で宿泊したんだ。飛脚宿は飛脚問屋による指定宿で、一般の旅人も宿泊できる宿だったんだ。夜遅くても客を受け入れ、風呂も常に入れる状態になっていたんだ。荷物の管理を気をつけなければいけないんだぜ。波便は規定日数が示されていないけど、通常江戸から京都だと15日の到着が目安とされたんだよ。馬数が多いので各宿場の問屋場でお定む金銭で馬を交換する、人馬継ぎ立てがうまくいかず延着しがちなんだ。場合によっては通常の日数の倍に当たる、30日ほどかかる場合もあったようだよ。急ぎの荷物の場合、波便は絶対に利用したくないんだぜ。主な延着理由としては、洪水などの自然災害や飛脚の進行速度が遅い。手紙に日付を記入したが、距離のある飛脚問屋まで届ける便がなかった。飛脚問屋の事務処理の不備や混乱といった様々な要因で、延着してしまうことがあったんだ。いつまで経っても届かないと不安になってしまうんだぜ。馬遣い。また馬遣いは非常に厄介な問題で老馬、弱馬、といったあまり馬を押し付けられてしまうんだ。馬が途中重さに耐えられず、転倒すると用水や川に転落して荷物に被害が出てしまう恐れがある。荷物が汚れたり破損してしまったら、送った意味がなくなってしまうな。荷物の延着は飛脚問屋にとって深刻だったし、大名家にとっても深刻で、波便でいいところを早便で依頼し、自前の手飛脚も用意して発送したんだ。波便の信頼度が低いんだぜ。運賃に関しては金100両分の荷物の場合は銀11文目。同じ100両でも2種番100両だと銀22文目。金100両100枚より2種番100両部800枚の方が、重いので運賃も高額に設定されているんだ。手紙は1通30文で送ることができたんだよ。30文はだいたいいくらくらいなんだ？かけそばが1杯で16文だから、かけそば2杯分で手紙を送れたんだ。思ったより安く送る方法もあったんだな。そうだね、高額な飛脚賃ばかりではなく、庶民が使えるような価格も存在したんだよ。金4両2部という高額な運賃も存在したけど、年に数回使われるだけなので一般的ではなかったんだ。予算に合わせて送る方法があったんだな。また荷物は道中で紛失や損失すると、飛脚問屋が賠償したんだ。
ということは運賃に保険料金も含まれている、と考えていいんだな。しかし飛脚問屋が必ず 100% 負担したわけではなく、過失が当事者にある場合、当事者に請求したんだ。当事者に支払い能力がない場合は、飛脚問屋が被害者に対して当面立て替えたりしたようだね。飛脚問屋以外に責任があるなら、支払いは責任がある当事者に請求するのは当然なんだぜ。天才の場合は飛脚問屋の賠償責任はなくなり、荷主の損となっていたんだよ。天才は荷主側のリスクだったんだな。飛脚便の早便や仕立て便。早便は名前通り、波便より短い日数で運ぶ定期便の一種なんだよ。上六。6日便がよく使われて、上六という呼び名が美脚の代名詞にもなったんだ。だいたい1週間ぐらいで到着するなら、波便の半分の期間なんだぜ。基本的に馬一頭に荷物2個で採用が騎乗して、昼夜どちらも移動し上方を目指したよ。例外的に荷物が多い場合は2頭の時もあったみたいだね。馬の頭数は少なめだったんだな。到着までに決められた日限は、馬使いや川使いのため遅れがちだったんだ。5日限や6日限とすると、7日から8日で到着するのが普通だったとされているんだ。仕方ない部分はあるかもしれないけど、逆目線だと日限の意味がないんだぜ。そこできっちり6日で届ける、正6日限というサービスも登場しんだ。正6日限が出てくると6日限の存在意義が、わからなくなってしまうな。正6日限の延着対策は通常の対策以外に、抜き乗という方法を採用していたんだ。抜き乗は採用美脚と走り美脚の併用で、川遣いなどで延着が見込まれると、馬2から荷物だけを抜いて、人足を雇って走り美脚して先に進むんだ。その途中からリレー形式で、目的地へ届けるといった流れだよ。それなら最初から走り美脚でいいのではないか、と考えてしまうんだぜ。採用は走り美脚を後から追い、各宿場で通過国限をチェックする役目があるんだ。採用は馬に乗って移動できて荷物もないから、比較的楽な役割に感じるんだぜ。輸送途中の抜き乗を道中抜きといい、最初から走り美脚を用意する抜き乗を庭抜きというよ。仕立て便。また、仕立て便という運搬サービスも存在して、昼夜関係なく荷主からの臨時の注文が入ると、すぐ荷物のための手配を行う美脚便のことと、出店。定期便が通わないエリアへ、出店や取り次ぎ所から臨時に手配された飛脚のことを表していたんだ。とても急いでいる場合や、通常宅配されない場所への宅配サービスということなんだな。仕立て便を頼むのは緊急を要することが多く、運賃も比較的高額になりやすいんだ。日限も短く走り美脚を手配して対応、江戸から京都だと約4日で到着したそうだよ。かなり早く到着するんだぜ。飛脚問屋の奉公人たち。それでは最後に美脚問屋で働いていた奉公人たちの仕事ぶりを紹介していくよ。飛脚問屋の奉公人は大きく分けて4種類で、支配人、貢献人、店奉公人、道中を往来する美脚なんだ。支配人というのは店のオーナーではなく、店長的な立場のことか？支配人。そうだね、飛脚問屋における支配人とは江戸店、出店の責任者のことを表しているよ。支配人の役割は広く、奉公人の採用、奉公人の処遇決定、教育や指導、不始末をした奉公人の処分決定、出立する採用美脚に関所手形を発行する、採用美脚が道中で事故や事件に巻き込まれた場合の対応、荷物の受注と梱包、仕分け作業も行い、帳面の管理、火元の用心、店舗のメンテナンスと幅広いんだ。支配人に負荷がかかりすぎじゃないのか？仕事量が半端ないんだぜ。支配人は一定の年齢に達すると後見人になって、隠居後に店に自由に出入りしながら後継の支配人を補助する人という役割を果たす、いわゆる相談役的なポジションになったんだ。支配人は忙しすぎるから早く後見人になりたいと思ったはずなんだぜ。店内の奉公人。次は飛脚問屋店内の奉公人たちだよ。実例として京屋桐生店のデータをもとに解説していこうと思うよ。桐生というのは、現在の群馬県桐生市にあった美脚問屋の場所なんだぜ。飛脚問屋の奉公人は男性が基本で、人数は10人から15人、年齢も20代や30代が中心の職場だったんだ。現代の運送会社も男性が多いイメージなんだけど、どうなんだろうな。
接客する機会がある美脚問屋の奉公人たちは、天の厳しい規則を守らなければいけなかったんだ。幕府の法令遵守、本店の重視、掛け事や富札禁止、このあたりは問題ないよね。そうだな、当然といえば当然かなと思うんだぜ。次に清掃も職場の基本として、毎朝早起きをして天夜二回、土蔵などを掃除し、自分の持ち場で働き、仕事の遅れが出ないように心がけるべきとされていたんだ。早起きは苦手なんだぜ。神仏の信心と店の繁栄、道中の安全を祈るように努めること。これも問題ないな、仲間の安全を祈るのは当然だぜ。食事や衣類も身分に応じた生活をすること、家業を第一に考え読み書きやそろばんの稽古もすること。このあたりから厳しくなってきたんだぜ。読み書きなどの勉強も必須だったのか。平日禁酒で食事や風呂での上下の序列も守ること。お坊さん並みの厳しい生活を強いられているんだぜ。以上のことが守れないと、働かせることはできないので実家に戻すとされているんだ。3回内に実家に戻される自信があるんだぜ。接客態度も厳しくルールが決められていて、来客の際は、迅速丁寧な対応を心がけなければならない。荷物受け取りの際は封印、重さを調べ、定額料金を確認し、通帳しながらつけること。持ち込み荷物の場合は先払いか出方払いか聞いて、値段を伝え現金でなるべく受け取ること。このあたりはミスなくやってほしいから、客としても歓迎できるんだぜ。来客が帰った際に、客に勘違いされないために、店の者がすぐに笑い声を立ててはいけない。確かに店を出たすぐに中から笑い声が聞こえてくると、良い感じはしないな。お得意様を大切にし、丁寧に届け物や受け取り物を改め、できるだけ現金で受け取ること。得意先から荷物受け取り注文が来たら、すぐに出かけるようにすること。客目線だと納得できるものばかりの規則だけど、江戸時代からあったのはびっくりだな。集客方法も、京や江戸店では定期客仲間同士で両者別に収穫域を決めて、奉公人が毎日一定の時刻になると、街路巡回し美客の目印を立てて、鈴を鳴らし集荷を呼びかけたんだ。荷物を集めるのも大変なんだな。発送者が荷物を依頼したい場合は、奉公人を呼び止めて書状を渡すんだよ。発送のための荷造りは、道中のことを考えて丁寧に行われたんだ。丁寧に荷物を送り届けてくれるのは嬉しいんだぜ。商売をする上で大切な帳簿は、書き損じや後払いの記帳漏れがないように注意が求められたんだ。帳面管理は厳しく、2月10日と8月10日を期限として生産した帳面を江戸店に提出する義務があったんだ。監査的なことを行われているのか、ちょっと怖いんだぜ。江戸店のチェックが入って赤字だと支配人を指導、改善されない場合は支配人の更迭街道となるんだ。商売に励まないと降格させられてしまうんだぜ。裁量美脚。次は裁量美脚について解説するよ。裁量美脚とは、騎乗して馬荷を輸送する美脚のことで、各宿場の問屋場で馬と馬方を優勝で交換して、各宿場で人や馬を交換して目的地へ向かう美脚なんだよ。何度か出てきていたから、イメージはできているんだぜ。裁量美脚は最もスタンダードな美脚とされて、荷物に関する損失は裁量の自己責任とされたんだ。また金銀、荷物の盗みや着服も同様に弁償することになっていたんだ。裁量美脚は自分一人で動くことも多く、裁量があったから責任も負ったんだな。最後は走り美脚について紹介するよ。走り美脚の担ぎ棒は棒先に札を吊るし、次に梱包された書状箱をくくりつけているんだ。担ぎ棒の先の札が赤なら早瓶、白は波瓶の意味だったそうだよ。飛脚といえば走り美脚をイメージすることが多いんだぜ。走り美脚の走りにも工夫があって、足の前と裏にごま油を塗ると足を痛めないとか、難波走りという右手右足、左手左足を一緒に出す走法で、疲労を抑えたとされているよ。難波走りをすれば長距離走が、速くなるかもしれないのか。そんなに単純なものではないと思うけど、気になったらやってみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。飛脚は聞いたこともあって、どんなものかもわかっていたつもりだったけど知らないことも多かったぜ。今の郵便システムと同じシステムを採用している部分も存在して、驚きや感心もしたんだぜ。もともとは戦などで情報伝達するところからスタートして、随分発展したよね。
最後の難波走りは、ちょっと試したら金ちゃん走りになってしまったんだぜ。金ちゃん走りって古いよ。多分このやりとりは誰もわからないはずなんだぜ。このチャンネルに興味あるという方はぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。視聴者さんがワクワクドキドキするような動画を作るので、よろしくお願いしますなんだぜ。また、コメントもお待ちしております。今後の動画を作る際の参考になったり、うつ主の励みになったりするんだぜ。お気軽にコメントしてください。コメントはすべて楽しく読まさせてもらっています。それでは動画を締めたいと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。また違う動画で会おうぜ。バイバイ。